埼玉県からエントリー、中学3年生岩口かのんさん。大人顔負けの歌唱力で歌の大会で3度日本一に輝いている彼女、夢は世界一の歌手になること。そんな彼女が披露するのはミーシャの会いたくて今、その伸びやかな歌声にご注目です。それではプレイボール。初めて出会った日のこと覚えてますか？空を見上げた今はそこで私を見守っているね。教えて日本一なの？歌の大会で。そうですね、あ、まあありがたいことに。でも今の喋ってる声とミーシャさんと全然違うね。よく言われるんですよ。くて将来は歌手ですか、はい、目指すのは。まあ歌はもちろんなんですけど、その声優さんのお仕事もやってみたいので、将来は声優アーティストになりたいです。でも声優さんもやっぱり今はね、歌も歌うし。そうですよね。ウコン君どうですか？いやもうすごいとしか言いようがないですし、ね、もちろん似てるし、で似てるのその向こう側のなんかこうミーシャさんのこう胸を打つ、うん、あの声量、こうなんか響くものがあるじゃないですか、胸に、はい、そこまで似てるっていうのがなんかもうちょっと感動しましたね。楽しみやね、将来がね。めちゃめちゃ楽しみです。14歳でこれやもんな。めちゃめちゃ似てる。だからカノンちゃんが喉押さえたらどうなるんかも。喉押さえ喉押さえまでやめて。将来あんねんから。喉押さえ。いやいやいや違う。サンジやってる場合やないで。さあありがとうございました。というわけで、はい、第1回モノマネ甲子園 MVP に輝くのは一体誰なのでしょうか。さあそれでは審査員の皆様、判定をどうぞ。4番、3番、3番、2番、2番分かれたということで、この場合、はい、2番と3番同時に MVP ということで、はい、2番の井上正人君と3番の野田おさえマン優勝でございます。よかったよかった、2人に。いやこれは難しかったな。割れました。さあ見事 MVP に輝いた井上くんと野田おさえマンにはクオカード送られます。あー、いやーすごい、おめでとう。モノマネっていうことが一個あったからね。さあというわけで、はい、以上モノマネ甲子園でした。はい、ありがとうございました。また来てくださいね。